ケアマネージャー試験をですね受けようと思ったきっかけについてですねお伺いできればと思います。私今、今で10年目になるんですが、まあ、その個々のお客様をこうじっくりこう深掘りしてアセスメントを行ったり関わったりするっていうことがちょっとなかなか不器用というところもあって難しく感じておりまして、ケアマネージャーとして仕事をすることで今よりもお客様お一人お一人と深く関わりを持てるのではないかなというふうに考えまして、ちょっと資格取得を目指してみようかなと思いました。私結構単純な理由なんですけど、5年ぐらい両親を介護してました。それで、同じ介護職の人とかケアマネさんとかと会う機会もやっぱり多くて、本当に何だろう、精神的にも支えてもらって、で結局父を看取って母は得意に育ったんですけど、それまでの間本当にもう皆さんにお世話になって、こんな仕事に就きたいなと思って就きましたというか受けてみました。はい、介護職について10年ぐらいになるんですけど、やはりヘルパーを取って回復を取って、はい、でまた5年でステップアップってなると今度はケアマネ業務かなということでまず目指してみたんですが、あともう一つはそのいろんなご家族お家を見てきて、やっぱりその積み重ね、あと経験とかも出てきたら、もしかしたらその相談業務の方でいろんな自分のそのいろんな家族を見てきたものが活かせるんじゃないのかなと思って、はい、受けようと思いました。受験勉強の方につきましてはいつからお勉強の方は始めました？2021年の11月ぐらいですね。1年前ぐらいから割と、はい、早めにスタートしたかなと。主に勉強した教材というのはどのようになりますか？まあ、なんか本当入門書みたいな、ゼロから始めるシリーズみたいなものを最初買いまして、それをもう本当に基本に勉強しました。例えば1日の勉強時間ですか、週単位の勉強時間って何か設定とかってありましたか？やっぱり普段の業務とか、あと今グループホームなので夜勤とかもありますので、ちょっとこう夜勤の日とかまとめて勉強時間取れない日もあったので、1日何時間とかよりもその日にどこまで終わらせるかということに重きを置いて勉強してました。例えば得意分野であったりとか不得意分野だったところってございますか？まあ、苦手分野はやはり未経験のサービスだったり、生活保護とか青年貢献制度とかの社会制度の分野っていうのはやっぱり初めて見たり聞いたりする言葉も多かったので、やっぱ苦戦しましたね。はい、ありがとうございます。特に不得意分野は特に過去問とかを見て参考にどんな問題が出るかっていうのはちょっと自分なりに時間をかけて学習いたしました。続きましてですね、小島さんの方ですね、受験勉強の方はですねいつから始めましたか？私は結構遅かったんですけど、テキストを買ったのが大体2022年に入ってからで、で本格的に始めたのが年くらいだったと思います。週ですか、1日あたりの勉強時間と設定して勉強したって形ですか？いや、特に設定とかはしてなくて、まあ、できるとかで、で、まあ、毎日何かしら目を通そうっていうのはなんとなく心がけてて、こう30分でもただ読みながら寝ちゃってるってことも結構あったんですけど、はい、であと休みの日は家事を全部終わらせて、それからもう午後までほぼほぼ夕方ぐらいまでは、はい、家事を終えてからですと、まあ、ご自宅が主っていう形ですか？もうほぼほぼ自宅のいつもいる今のいつも座ってるところで、まあ、いつもと一緒の感じで、はい、やってました、はいはい、もう集中して勉強の方はできましたか？で
割と集中するとする方なんですけど時間が続かないんです。なので犬を2匹柴犬を飼ってるんですけどちょっとその子たちとお散歩にちょっと行ってみたりで戻ってきてもう一回集中してみたいな感じですね、はい、教材は主にどのようなものを使われてますでしょうか。ネットでこう口コミで調べて評判のいいやつをただあんまり本屋さんに売ってなくて、うん、なんかちょっとあれ言っていいのかなアマゾンとかでこう取り寄せたりしてはい、はい、やりました。問題集とか、うんうん、あとテキストとかですね、はい、ただテキスト私読んでもあんまり頭に入らないのでとにかく問題を解くのをやってました。合計でどのぐらい、教材の方では、ね、お金の方を捻出しました。5,000〜6,000円じゃないかと思います。1冊1500円ぐらいだったから全部手がつけられましたか。あ、全部、はい、一応得意分野ですとか不得意分野ってございましたか。医療系は割と得意で若い時病院とか調剤薬局でちょっと勤めてた経験があるので法律関係はやっぱりちょっと難しかったかな。勉強において何か工夫したこととかってございますか。ですね、提出されてるっていう2条とか4条とかあのあたりを拡大コピーしてトイレのドアとかに貼っときました。そうするとなんか毎日見るのではい、はい、ただ2条4条出なかったんですよね1条でしたでちょっと、ま、当てが外れちゃったんですけどまあなんとか浮かれてよかったです、はい